ではですね、ここでスペシャルゲストの春名ルナさんからメッセージが届いておりますので聞いてもらいましょう。これね、先日11月16日土曜日に東京で開催されました春名ルナさんのワンマンライブにヨルパの藤井さんがプライベートで出かけてましてね、その時に音をね、声をね、取ってきてくれたものなんですよね。藤井さんありがとう。そんなわけでぜひ、春名ルナさんからのメッセージ聞いてもらいたいと思います。どうぞ。アニソン R をお聞きの豆部の皆さん、こんばんは、春名ルナです。以前私は2013年に開催されたアニソン R のスペシャルクリスマスパーティーに出演したことがあるのですが、今回はそれ以来のイベントでさらにヨルパさんとのコラボということですごく楽しみにしております。そしてアニソン R は10周年イヤー突入ということでおめでとうございます。そのスタートを切る最初のイベントになるので、ね、一緒に盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。春名ルナさんありがとうございます。いや嬉しいね、コメント。そうなんですよね、2013年のクリスマスパーティーにね、来ていただいたぶりのアニソンRにね関するイベントということでね、いや本当にね楽しみにしております。そして春名ルナさんはね、先週の霞のお部屋にゲストで来てくださったんですけども、そう、その時はねまだこのアニパのゲストっていうのがこうちゃんと決まってなかったのでね、そのイベントに関するお話とか全然できなくてね、なんかちょっと皆さんには申し訳なかったんですけれども、そう決まりましたので、いや本当に楽しみ。そして藤井さん、春名ルナさんのね声を収録してきてくださってどうもありがとうございました。ね、マイクとか持ってねやってくれたんでしょうね。ではね、ここで春名ルナさんのナンバーお届けしたいと思います。この歌も1月11日のアニパで聴けるのかしら。現在ヒット中の劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネの主題歌です。春名ルナグローリーデイズ。春名ルナさん10月23日リリースになっています。 EP からのタイトルトラックグローリーデイズお届けしました。こちらはね、今ヒット中の劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネの主題歌となっております。映画もね本当に良かったので、ぜひね映画と合わせて楽曲の方もチェックしてください。そして春名ルナさんは来年の1月11日土曜日開催の STB ラジオ FM ノースウェーブログインアニパにゲストで来てくださいますのでね、チケット持ってる人お楽しみに。そしてチケットまだ持ってない人ぜひ買って来てください。詳しい情報は FM ノースウェーブのホームページをご覧ください。霞のお部屋、はい、始まりました。ここからは霞のお部屋、素敵なゲストをお迎えしております。アニメアテナイリュージョンのオープニング主題歌を担当するリーユーさん、エンディング主題歌を担当する鈴木愛菜さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずですね、お二人今回初ゲストということなので、はい、豆部カードという番組の会員証がございます。こちらをお渡しさせていただきたいと思います。 ありがとうございます、はい、どうぞお受け取りください。 ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こういうものです。 ありがとうございます。素敵です。どうぞおかけいただいて大丈夫ですので。いただきました、はい、これはね、まあ、リスナーの方にも差し上げているものなんですけども、毎回ゲストの方にもお渡ししているもので、はい、結構ね皆さんお財布の中に入れてくれたりとか、うん、とこピッとができるんですかって聞かれるんですけど、はい、それはできません。あ、なるほど、間違えてやっちゃいそうですね。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてではね、早速いろいろとお話を聞いていきたいんですけれども、まずね、愛菜さんはね、はい、地元がね千歳なんですけれども、ね、リーユーさんは北海道今回初めていらっしゃったんですよね。そうですね、初めてなんです。初北海道です。うわー、おめでとうございます。ね、観光したりとか美味しいものはもう食べましたか？はい、昨日から来ましたけど、昨日の夜はジンギスカンが食べました、はい、とってもワイルドな味なんですよ。ワイルドな味、わー、
ワイルド。気に入っていただけました？そしてね、アイナさんは千歳出身ですけども、はい、逆にね、こうおすすめの、まあ、北海道ならではの名物とか場所とかってあったりしますか？うん、そうですね、私はやっぱり北海道ってグルメってすごいいっぱい美味しいのがたくさんあるんですけど、海鮮がやっぱりすごい美味しいなっていうのを感じてて、リーウちゃんにもぜひお寿司とか、はい、食べてもらいたい。はい、海鮮とか大好きなの。大好き？はい、もうぜひ食べてください。絶対食べます、絶対食べに来ます。ぜひ食べてください、はい、味わってみてください、はい。ね、そんなリーウさんですけれども、上海在住でコスプレイヤーとしてね活動しているということで、はい、これまでどんなコスプレ活動をされてきてるんですか？本当に何か普通ですね。好きのアニメの中に好きのキャラクターをコスプレして、うん、そして本当に普通に写真撮るとかしています。はい、ハテナイリュージョンの公式コスプレイヤーもね務めていらっしゃるそうで。あ、そうですね、お、あ、こちらですね。あ、もう何のも可愛すぎるよね。可愛い、恥ずかしい。なんで、可愛すぎる。デレデレですね、アイナさん。デレデレです、本当に可愛い。3月にね開催されましたアニメジャパン2019の中のビリビリブースでね、はい、星里香菜のコスプレを披露されたということでね、すごく似合ってらっしゃいますよね。ありがとうございます。そして今回1月22日に発売となりますシングル、テレビアニメ果てないイリュージョンのオープニング主題歌マジックワーズでアーティストデビューされます。おめでとうございます。ありがとうございます。オープニング主題歌の曲はどんな曲ですか？アニメは派手なイリュージョンだから、うん、マジックワーズは本当になんか魔法の世界に飛んでいくな感じという曲なんです、うん、はい。なんか楽しそうな曲ですよね。はい、すごいなんかリズムがポンとポンとみたいな、跳ねる感じ。そうですね、うん、ありがとうございます。もう全然もう上手くて、もう日本語本当上手で、ね、今ね日本語ね勉強中なんですってね、リーユさんね、はいはい、すごくお上手ですよ。ありがとうございます、ね、そんなリーユさんですけども、アーティストデビューね今回されますが、今後はどんな風に活動していきたいですか？正直本当に歌手とか初めてだし、本当にこの後どうなるんでしょうか、もう全部わかんないんで、本当にいろんなことも挑戦したいから、はい、いろんなこと挑戦 します、はい。うわ、ね、ぜひ皆さんもねがっつり応援をよろしくお願いいたします。ではこの辺りでオープニング主題歌マジックワーズをおかけしたいんですが、今日はこの会場にいる皆さんにはですね、特別にミュージックビデオ付きでお届けしたいと思います。ではリーユさんから曲紹介をお願いします。はい、では聴いてください。リーユでマジックワーズ、どうぞ。はい、リーユさんのニューシングル、デビューシングルですね、1月22日リリースになりますマジックワーズ、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。はい、ではね続いては鈴木愛菜さんにお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、愛菜さんは2014年に声優デビュー、はい、2015年からはスクールアイドルプロジェクトラブライブサンシャインのアクアとしてね、はい、活動していらっしゃいます。来年の1月22日にアルバムをリリースして、はい、ついにソロデビューとなるわけなんですけれども、はい、声優デビューから5年間ですか、振り返ってみるといかがですかね。いや本当に5年間って長いようですごく短かったなっていう印象がやっぱりありますね。おお、あっという間。本当になんか目の前にあることをこう必死にやってきて、がむしゃらにやってきたんですけど、そしたらもう1年とかあっという間で2年3年平気で過ぎてっちゃって、もう5年目ってなったらもう本当にあっという間でした。おお、そしてねいよいよソロデビューですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。
やっぱりもうずっと夢だったんですよね。そうですね、本当に本気でこうアニソンシンガーを目指すって心に決めた時期が、まあ私が高校の2年生の時に、まあとある、まあ、大会、オーディションの大会があって、その大会でまあ決勝大会まで行って、まあ3人、最後の3人まで残ったんですけど、結局まあベスト3入りっていう状態でまあ負けてしまって、本当に悔しくって、自分のやっぱりそこで気持ちを確信した部分もあって、やっぱり私はアニソンシンガーになって皆さんに歌を届けていきたいっていう気持ちがやっぱりあるんだって思って、そこから本気で目指しましたね。おお、そしてね、ソロデビューで、しかも今回いきなりアルバムなんですよね。そうなんです、今回アルバムでデビューをさせていただけるということで、まあ、今回そのこのジャケシャアーシャも実はこの場が初公開になっております。はい、恥ずかしい。なんかすごいクラシカルな感じというかね、おしゃれですね。そうですね、いろいろな、まあ、お洋服もそうですけど、メイクもそうですし、いろいろとおめかしをさせていただいて、綺麗に撮っていただきました。素敵です。素敵にアルバムを飾らせていただきました。アルバムのタイトルがリングアリング。はい、でその中に入っているリードトラックが光色の歌ということで、はい、今回ねテレビアニメ果てないイリュージョンのエンディング主題歌、はい、となってます、ね、この曲はどんな曲に仕上がってますか。本当にアニメの果てないイリュージョンの、そのやっぱりリュウちゃんも言ってましたけど、マジック、やっぱりその魔法だったり、そのイリュージョンだったり、そういうマジックの世界で、ワクワクキラキラとした世界観がやっぱりすごく出てるなって、光色の歌にで疾走感もそこにはあって、すごく素敵な曲になってます。おお、ではですね、早速なんですけれども、皆さんにこの光色の歌もお届けしたいと思います。はい、おお、こちらも会場の皆さんには特別にミュージックビデオ付きで、はい、お届けしたいと思います。ではアイナさんから曲紹介をお願いします。はい、鈴木アイナのデビューアルバムから光色の歌。すごい、かっこいい。ありがとう。かっこいい、嬉しい。かっこいい。しかもミュージックビデオの中の衣装ね、今日ね、そうですね、着てらっしゃる衣装が実はね、ミュージックビデオで着させていただいた衣装も、今日ちょっと着させていただいて、うわそうだったんだ、実は。いやね、今回そのハテナイリュージョンで、うんね、そのヒロインのハテナちゃん、はい、あとカナの声も担当されてますけれども、その、ま、キャラの声も担当するし、そのエンディングでその鈴木アイナとして歌うっていうのは、もう何かこう意識とか使い分けとか、なんか気持ちの上でありましたか。そうですね、やっぱりカナちゃんを演じる時っていうのは、やっぱりカナちゃん の、 その性格だったりとか、いろいろ深いカナちゃんの深いところまで、でその作品の深いところまでこう考えて、まあ、演じさせていただいて、まあ、中学1年生の上がりたての女の子っていうのもあったりとか、そういうところを、まあ、深いところまで考えさせていただいて、まあ、演じさせていただいたんですけれども、今度は、まあ、鈴木愛菜名義でソロで歌わせていただくっていう時に、この光色の歌を最初に楽曲でいただいた時に、もうなんていい曲なんだと本当に思って、でこの曲をさらにどうやってキラキラさせられるかとか、いろいろ考えて、結構やっぱりその速さだったりとか疾走感のある感じではあるので、この 楽曲自体がすごく難しさをやっぱりすごく感じて、ちょっとそういう苦手意識じゃないですけど、そういうのもちょっとありつつだったんですけれども、こう自分 の、 そのまあ小さい時から、はい、まあ、民謡っていうのをやっ、ですよね、はい、やってきて、その良さとかも民謡らしさ、私らしさを出すために、プロデューサーさんといっぱいこうしようかとか言っていただいたりですとか、本当にまあ鈴木アイナとしての歌なんですけど、そこでもちょっとフラットな感じの可愛い感じの鈴木アイナとして歌わせていただいて、
光色の歌っていうぐらいなので、やっぱり光り輝くような歌声になればいいなと思って、そうやって歌わせていただきました。素敵な曲に仕上がってますよね。本当に素敵です。もう本当に、これ早くねアニメで見たいし、ね、この光色の歌が入っておりますデビューアルバム、はい、リングアリング1月22日リリースになりますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いいたします。さあではですね、ここからはですね霞のお部屋出張版なので、番組から一つお二人に質問がございます。はいはい、毎回ゲストの方に豆部活動というのをお伺いしております。はい、豆、漫画の間、アニメの目を取って豆部活動なんですけれども、お好きな漫画とかアニメ、ゲームとか最近夢中になっているものとか何かあるかなと思って教えてもらいたいと思います。はい、ではまずリユさん。はい、あの最近はハマっているアニメですね、あの鬼滅の刃知ってますか？おー、大人気。はい、超好きなの、超ハマっている。はい、あの主人公もすごく かっこいいし、ねずこちゃんも本当に可愛いから本当にハマっています。けどこの中に一番好きなキャラクターは善逸くん、知っていますか？本当に可愛い可愛い、大好きなの。はい、コスプレはもう、はい、してました。あ、善逸を、善逸くんが知ってないです。あ、そうか、はい、そうか、ちょっと高さが、あの難度があります。難しい、難しい、はい、難しいがあります。あ、難しいです。男ですからね。はい、難しい。はい、あのねずこちゃんとかのおちゃんをコスプレしました。買ったら見てください。はい、ね、はい、アイナさんは何か好きなアニメとかゲームとか漫画とかありますか？私いっぱいありすぎてしまいました。ありそう。そうなんです、そうなんです、もう本当に、なんですかね、ゲーム、アニメはもちろん大好きなんですけど、はい、ゲームとかもいろんなゲームとかもしまして、まあ、ドラゴンクエストだったりとか、ファイナルファンタジー、テイルズとかいっぱいするんですけど、まあ本当にあの最近あの絶対買うって決めてるやつがありまして、何笑ってるんですか？分かってるみたいな感じですね。絶対やる、買うって決めてるやつが、あのポケットモンスター、あのソードシールドがありまして、それは絶対に私は買うと決めております。この会場の、ね、こう笑いはね、はい、そうですね、知ってましたと知ってくださってる方が多かったですね。じゃあ最近忙しいと思いますけども、そんな合間を縫ってね、ゲームされるんですか？やっぱりもうゲームしてたらもう時間はあっという間で、もう夜中とかも楽しすぎてもう大変ですね。顔がにやけております。もうお仕事に仕事を来たさない程度に、うん、ね、なるほど。お二人の豆部活動でした。ありがとうございます。ではね、最後になりますけれども、お二人から会場の皆さん、そしてこの番組アニソンアールを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。ではまずリユさん、お願いします。はい、日本語が本当に下手ですから、あの読んでいます。すいません。あの改めて1月22日に派手なイリュージョンのオープニングテーママジックワーズでデビューします。これから歌手としても、あの応援よろしくお願いします。今日ありがとうございました。ありがとうございます。一生懸命、ね、メッセージ、ね、伝えてくださいました。では鈴木愛菜さん、いかがでしょう？そうですね、今日、初出しで MV だったりとか、チャケシャ、アーシャとかも、初出しで、見ていただいて、なんか本当にこう自分が、アーティストデビューするのが本当に夢だったので、今この場にいるもうこの瞬間が本当に本当に幸せで、あの皆さんのおかげで私はここまで来ることができたので、本当に皆さんには感謝しかないです。本当に皆さんありがとうございます。あと
アニメのハテナイリュージョンが、まあ、2020年の春に、まあ、放送がスタートということなんですけれども、ハテナイリュージョンの世界も楽しみにしていただきつつ、2020年の1月22日に私 の、 あのデビューアルバムがリングアリングが、発売されますので、そちらもぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。かすみのお部屋、この時間はリーユーさんと鈴木愛菜さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。